答えはいつか出るから逃げることはしない。俺はいつも自分にそう言い聞かせる。夕暮れに二人きり東に伸びる影、ああこのままお前と歩いて行きたい。俺がくじけそうな時、手を差し伸べるから、何も言わずにそっと握り返しておくれ。空を見なよ。雲が流れてゆく。その先には何があるか知らないけど。目の前にはただじっとこっちを見て、うなずいてるお前がいる。同じ気持ちで明日へ向かおう。軽く指を鳴らしてひらめきも感じん。例えばそう謎かけ遊びのように、勇気や根性ならば見かけよりあるんだ。お前は愛嬌と色気忘れるな。空を見なよ。星が輝き出す。二人きりの夜がそこに来てる。同じ気持ちで明日へ向かおう。空を見なよ。雲が流れてゆく。その先には何があるか知らないけれど。目の前にはただじっとこっちを見てうなずいてるお前がいる。すっかりほら星に包まれてる。二人きりの夜がやっと来たね。同じ気持ちで明日へ向かおう。少しずつほら明日へ近づく。はい、こんばんはね。今夜もね、シャランチューさんのね、空を見ないようですね、歌いました。じゃあもうワンソンは行こうか。じゃあ無事ね、今日はね、あれ、秩父の、なんだっけ、小川町だっけ、の、最寄りの、そっからイーグルバスで行って、あそこ、前から気になってた、どうだっけ、どうなんとかってやつね、どうね、あれね、あの山行ってくださいね、あれね。そう、うん。あそこの店頭はね、小針なんだよね。予約でいっぱいなんだけど、予約取れたらね、選択したいなと思ってね、その、下見みたいな感じで、ね、今日ね。うん、よかった。普通に歩いて、うん、自分なしで。まあ、昼頃使うから、昼前するじゃんってね、十分的にね。うん。そこでテントの役できたらいいね。うん、じゃあ、まず前行こうか、今夜はね。シャランチューの空を見なよ。答えはいつか出るから逃げることはしない。俺はいつも自分にそう言い聞かせる。夕暮れに二人きり東に伸びる影、ああこのままお前と歩いて行きたい。俺がくじけそうな時、手を差し伸べるから、何も言わずにそっと握り返しておくれ。空を見なよ。雲が流れてゆく。その先には何があるか知らないけど。目の前にはただじっとこっちを見てうなずいてるお前がいる。同じ気持ちで明日へ向かおう。軽く指を鳴らしてひらめきも感じん。例えばそう謎かけ遊びのように、勇気や根性ならば見かけよりはあるんだ。お前は愛嬌と色気忘れるな。空を見なよ。星が輝き出す。二人きりの夜がそこに来てる。同じ気持ちで明日へ向かおう。空を見なよ。雲が流れてゆく。その先には何があるか知らないけれど。目の前にはただじっとこっちを見てうなずいてるお前がいる。すっかりほら星に包まれてる。二人きりの夜がやっと来たね。同じ気持ちで明日へ向かおう。少しずつほら明日へ近づく。はい、さて今日もね、あれ YouTube でライブ配信したいと思いますね。今日早く出ようかな。今日ね、勤労感謝の日だからね、ね、祝日で休みだったんでね、また明日からお仕事頑張りましょう。でも今夜ね、水木金どうかね、でまた日曜で休みで嬉しいね。やっぱね、こういう中に9時間の嬉しいね。ハッピーマンデーっていうおかげせいでさ、減っちゃったからさ、ね、こういうのがね、うん。今日はね、やりましょう。
YouTube でライブ配信ね。活動性の2021年11月の23日間23日火曜日勤労感謝の日働ける体に感謝する働ける健康な体を作ってくれた両親そして天皇陛下様に感謝をするしだと僕は思いますね。両親なき人は今ね天皇陛下天皇皇后に感謝するのが大事よね。君の感謝の日はさ、日本人にとってさ天皇さんってお父さんみたいなもんだからね、うん、両親に感謝すると同じように陛下にも感謝する。これ基本だからね。日本人としてのね。じゃあ今日もね、YouTube でライブ配信しようか。そばにいて触れるだけでいい。黙っていてもいいんだよ。僕のほころび縫えるのは同じ心の傷を持つお前の他に誰もない。そばにいてくれるだけでいい。そばにいてくれるだけでいい。泣きたい時もここで泣け。涙を拭くのは僕だから。同じ喜び知る者はお前の他に誰もない。そばにいてくれるだけでいい。そばにいてくれるだけでいい。約束をしたあの日から遠くここまで来た二人、同じ調べを歌うのはお前の他に誰もない。そばにいてくれるだけでいい。はい、こんばんは。今夜はね、フランク・ナガヤさんのおまんぎを歌いました。2021年11月の23日火曜日、勤労感謝の日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環として、こんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんはね。はい。ハウスさん、どうもね。こんばんは。うん。あ、どうもね。今日は祝日で休みだったからね。今日は日帰りでね、あ、次に山行ってきた。なんだっけね。なんとか山ね、うん。800個だね。まあよかったね。まだ、何度言ってますか。僕の夢はね、あそこのテントでテントワーク。ね、ワンスマン行こうか。今夜。どうもこんばんはね。あ、辻さんどうもね、うん。こんばんは。今夜、フランク・ナガヤさんの前にね。そばにいてくれるだけでいい。黙って。ていてもいいんだよ。僕のほころび縫えるのは同じ心の傷を持つお前の他に誰もない。そばにいてくれるだけでいい。そばにいてくれるだけでいい。泣きたい時もここで泣け。涙を拭くのは僕だから。同じ喜び知る者はお前の他に誰もない。そばにいてくれるだけでいい。そばにいてくれるだけでいい。
約束をしたあの日から遠くここまで来た二人、同じ調べを歌うのはお前の他に誰もない、そばにいてくれるだけでいい。はい、どうもね、今夜はフランク長さんの前にしたの。あ、どうも、まあ変えませんよ別に、ね、そんな余裕ないからね。2曲目はこれいこうか。小林幸ちゃんの思い出だけ。思い出だけ久しぶりだな。いいねこれね。無理して飲んじゃいけないと肩を優しく抱き寄せた。あの人どうしているかしら。噂を聞けば会いたくて思い出酒に酔うばかり。ボトルに別れた詩を書いてそっと涙の小指かむ。あの人どうしているかしら。で船の汽笛聞きながら思い出酒に酔うばかり。いつかは忘れる人なのに、飲めば未練がまた募る。あの人どうしているかしら。暮らしも荒れたこの頃は思い出酒に酔うばかり。はい、これは思い出酒ね。はい、どうも東京スカイツリーさん、どうもね。はい、前回歌えたらね、ちょっとね、ごめんね、うん、ごめんなさいね。あれ、アカペラだからね。なかなかね。じゃあ今度はね、これいこうか。今度は酒つながりでこれいこうか。歌詞、あれ、タイトルに酒のある歌ということで、今度はこれいこうか。タイトルに酒がある歌ということで、今度はこれいこう。船歌いこうか、船歌。あっちちゃんの船歌。お酒はぬるめの燗がいい。魚は炙ったイカでいい。女は無口な人がいい。明かりはぼんやりともりゃいい。しみじみ飲めばしみじみと思い出でだけが行き過ぎる。涙がポロリとこぼれたら歌い出すのさ船歌を。沖のカモメに深酒させてよ。愛しのあの頃よ、朝寝する団長ね。店には飾りがないがいい。窓から港が見えりゃいい。流行りの歌などなくていい。時々無敵がなればいい。ほろほろ飲めばほろほろと心がすすり泣いている。あの頃あの子を思ったら思い出すのさ船歌を。ポツン飲めばポツポツと未練が胸に舞い戻る。夜更けて寂しくなったなら歌い出すのさ船歌を。あ、勘違いしてた。これ歌詞に酒って出してないね。あれタイトルにね、船歌だ。そうだったね。さっきからタイトルに酒とか言ったけど、ね、入ってなかったね。しょうがない、こんばんはね。ワッツンさん、どうもね、うん、
今晩は、今日は祝日だったからね。君は感謝の日で休みなんで早めね。今度は間違いなく、歌詞に酒の入ってるとで行こうかね。うん、今の負け方ね、あれ。タイトルね、今の歌詞だったね。今度は本当にタイトルに酒が入ってる歌で、これ行こうか。タイトルに酒。悲しい酒行こうか。悲しい酒。船歌はそうね、酒って入ってくるって歌詞なんだよね、あれはな。タイトルに入ってなかったんだよね、あれ。今度悲しい酒。ひとり酒場で飲む酒は別れ涙の味がする。飲んで捨てたい面影が、飲めばグラスにまた浮かぶ。ああ、別れた後の心残りを、未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒をどうしてあの人を諦めたらいいの？諦めたらいいの？酒よ心があるならば、胸の悩みを消してくれ。酔えば悲しくなる酒を飲んで泣くのも恋のため。一人ぼっちが好きだよと酔った心の裏で泣く。好きで添えない人のよう泣いて恨んで夜が更ける。はい、どうもこんばんはな、あさみさん。どうも。はい、予作か、予作歌うかな、ごめんなさい。アカペラだからちょっとね、次ごめんなさいね。そんだけ今日は酒飲もうかな、日本酒ね、寒いからさ。今日は寒いんでね、酒飲もうか。もう夜は寒い、昼間はね、知らせたら暖かかったけど、じゃあ今日はこれ日本酒飲みます。今夜どうも、ハイボールさん、どうもね。今夜これ買ってきた。駅前のスーパーで文庫飲み殺し、扱いにして飲もうかな。本日かよ。これは注射服かよ。いつまで持つかな、注射服パック。いや、あったんだもんね。もうね、とっくにお湯入ってね、あの、あっちで温まってるから、すぐ酸できると思うんだ。そう、今日は扱いでいきますね。これで扱いくよ。中選手取って、じゃあ、こっちに持ってこうかね。じゃあ、どうも。あ、どうもね、馬田さん、どうもね。じゃあ、今日休みだったからね、君の会社のね。そうなんです、だから、あやめよう、疲れてない、大丈夫よ、うん。見せてもらいます。神崎行こうかな。じゃあ、つけていきます。つけていきますね。こんばんは、黒黒さん、どうもね。じゃあ、つかぎしてこようか。できるまでもう一曲歌おうかな。神崎でできるまでもう一曲歌おうか。今度も酒にまつわる歌、タイトルに酒が入ってる歌の代表曲、これいこうか。
タイトルに酒が入ってるんだね。こんばんは。北酒場行こうか、細川さんの北酒場。北の酒場通りには長い髪の女が似合う。ちょっとお人よしがいい。口説かれ上手な方がいい。今夜の恋はタバコの先に塩をつけてくれた人。絡めた指が定めのように心を許す。北の酒場通りには女を酔わせる恋がある。北の酒場通りには涙もろい男が似合う。ちょっと女好きがいい。瞳で口説ける方がいい。夢追い人はグラスの酒と思い出を飲み干して、破れた恋の数だけ人に優しくできる。北の酒場通りには男を泣かせる歌がある。今夜の恋はタバコの先に塩をつけてくれた人。絡めた指が定めのように心を許す。北の酒場通りには女を酔わせる恋がある。はい、どうも油そばさん、どうもね、ビームさん、どうも。はい、今度じゃあ次のね、タイトルに先が入る歌、これいこうか。吉幾三さんの避けようかな、やっぱりね、これ以降ね、避けよう。涙にはいくつもの思い出がある。心にもいくつかの傷もある。一人酒、手酌酒、演歌を聴きながら、ほろり酒、そんな夜もたまにゃないさ。あの頃を振り返りゃ、夢つむ船で荒波に向かってた二人して、男酒、手酌酒、演歌を聴きながら、な、酒よ。お前にはわかるかな、酒よ。飲みたいよ、浴びるほど、眠りつくまで。男には明日がある、わかるだろう。わびながら手酌酒、演歌を聴きながら、愛してる、これからもわかるような酒よ。わびながら手酌酒、演歌を聴きながら、愛してる、これからもわかるような酒よ。わかるような酒よ。と歌ってる間にね、勘もできてきたと思うんでね。じゃあ持ってこうか。今夜はすかね、いい感じで、かすかね。うん。
しないでしょうか。寒い夜はこれがいいんだよね。いつものようにコップで一気に入れて。はい、乾杯。はい、乾杯。二合目も返しとこうかな。つけとこうか。もうお湯入って。二合目はそのままでいいかな。つけとこう。おつまみ、じゃあこれがも、うん、これから食べるよ。じゃあ持ってくね、じゃあね。しょうがね。赤いイカの刺身だ。赤いイカの刺身買ってきた。イカの刺身、赤いイカね。イカの刺身です。じゃあさらに。今日はイカの刺身で噛んだけど、いいね。今日はイカの刺身だ。今日はイカの刺身でね、いくよ。安かったね、400円単独か。赤イカって一番メジャーだよね、よくみんなスーパーとかでね。イカの刺身ないよ、いつも一緒よ。よし、うん、どう？いいね、いいね、いかねえよ。食べないとね、人参ね。パセリ。うまいじゃないか。今日早かったから刺身買えてよかったね。前から言ってるけどさ、平日の仕事帰りはさ、遅いからさ、売れちゃうんだよ、刺身関係。あ、みつかさんどうもね、こんばんは。今日はイカの刺身、赤イカの刺身で扱うんです。あ、イカね、赤イカ。イカのタンパク質っていいみたいよね、あれ体作るのにね。イカなんかね。まあ、魚介類ってみんないいみたいね、あれ、タンパク、魚関係のタンパク質。あれもそうだ、あれ。カニ風味かまぼこのタン、あれかタンパク質もいいっていうもんね、あれね。意外とさ、あれ、家畜の、あれ、肉よりもさ、あれ、海産物の肉の方がいいのかもしれないね、体にはね、意外とね。で、ね、肉もうまいけどね。こんばんはね、サダヤさん。つばきさんどうもね、サナさんどうも。今日はイカ。今日は日帰りに、日帰り登山。日帰り登山、前回してた天文台のある、800メートルの山登ってきた。なんかこまめに電話してさ、あとテント場の予約し取りたいな、あそこね。うん、あれちょうどいいんだ、あそこ。いいな、ほんと。ごはぎしかないからね、すぐ埋まっちゃうんだよね、あそこ。ごはぎね。うん。あ、カツオちゃんだもんね。
おなじみ、安い、これ。文庫の鬼殺し。だいたい鬼殺しってみんな言うんだよな。これで400円ぐらいだもんな、これ。398円か、400円。ぬるめのダメな熱感がいいんだよね、僕はね。熱感がね。エムさん、どうもね。今日は別に休みだからね、疲れてないよ。のんびりね、日帰り登山。なかなか今日よかったの、小川町からさ、バス乗って行ったけど、あの辺いいね、行く。あの界隈でさ、すごいね、標高800メートルほどのさ、山がいくつもあって、日帰りにちょうどいいね、あの辺ね。埼玉の辺は、小川町。携帯は入るけどね、電波 3G ぐらいまで入んないからね、ちょっとライブ配信できないからな、ね。証拠は低いんだけど、全部大体3ギぐらいまでだから、LTE だっけは入らないんだね、あの辺はね。まあ、あっという間だ、いかん。いったあっという間。せたらね、仕事はこっちなんでね。夜勤は実家だしてなかなかね。もう一回お暇、赤い回、この年もある。まだけだ。で、日本一暑くなるよ。とろける、うまかった。うまいね。赤いか、赤いかってやつ、赤いか。よくスーパー売ってるよね、赤いかってね。よく見るね。ね、できたらいいね。イカの刺身食べてる。今はね、これ大根のつま。展望台食べたのはカレーライスと豚汁ね。おいしい、いただきました。2本目持ってくるね、2本目。
しなね、手羽先を湯がいたやつ、手羽先の塩ゆで。安かったんだ、これ小麦だったけどさ、安かったんで、100g44 円だったんで、手羽先を塩ゆでした。手羽先を塩ゆでしたのに、これに。2品目はね、手羽先の塩ゆで味分かけて、今日安かった、小ぶりだったんだろうな、小ぶりだからなんか 100g44 円安かったんでしょ、味分かけてこんなもんでかな。豚汁作るんだ、あれ売店で売ってたのね。はい、乾杯。カレーライスの豚汁ね、あれで、あそこの展望台前で売ってたな。ほんと小ぶりだからだろうな。100g44円で駅前のスーパーで売ってたんだ。スーパー行くよ、スーパー。キャンプ場最寄りのスーパーね。山の時はさ、スーパーなんかないからさ、まあ、全部詰めてね。一番反応があるのがいいんだ。反応が今、キャンプできないからね。アウトドアできるけどさ、泊まりはできないんだ、あそこ反応があるね。反応があるの時は一番のスーパーバリューね。巾着弾もできないから、巾着弾。それはね、あそこね、あそこ。まあ巾着だわさ、もう、なんだっけ、一昨年の台風以降ね、できるつかんだ、キャンプ禁止になっちゃったんだ、あそこ。あれ、若洲海浜公園とかの時はね、町屋でもう買ってくよ。うん、どうちゃんと食べてる、どうもね、うん、こういう感じだもんね、今日は暑くんで手羽先をね、塩入れしたいのにアイコンかけて、うん、もうさっきイカの刺身送ってからでいいか、うん、これ最初にはもうイカの刺身で飲んでますんで、これだけじゃないからね、そういうのは塩ゆでして、ほんと小ぶりだよね、今日のね、まあ安かったから買ったんだけど、小さいが安かったんだろうね、 100g44 円で、でも手羽先を塩ゆでしたやつにね、さらに持ってこれ揚げ物かけて、スープはしないです。うん、このまま捨てちゃう。醤油で茹でるとさ、やっぱ骨離れが良くていいよね、つるっと取れてね。手羽先もほんと鶏皮みたいなもんだもんね、油たっぷりで。やっぱ骨の周りが美味しいんだよね、骨の周り。やっぱ骨の周りの肉うまいよね。
金だってさ、あれ骨の周りだもんなるね。骨の周りが美味しいんだよね、食べにくいけどね。でもそれはしょうがない。美味しいんだからね。どうもね、富士山どうもね、入りました。手羽先を醤油でして、味もかけて。扱うよこれ、扱う、鬼殺し。これもね、鬼これ、これも監視したいです。大ちゃん、どうもね。今日はね、扱うんです。鬼殺しの扱う。イカの刺身で扱う飲んだ後、手羽先。何かしら飲んでるよ。読んでる大体。本なんか何読んでも面白いが、本大体本屋に売ってる本なら、面白いよね、みんなね。手羽先本当。クルドか。楽しみね。日本シリーズか、ヤクルトオリックスね。久しぶりだよね、この組み合わせ。昔の範疇だもんなね。TBS は今野球中継やんねえから全然わかんなくなっちゃったもん。5、6年前はさ、TBS もやってたからね、よかったけど、ほんと庶民までダメで、僕ラジオ時代ね。5、6年前は TBS も野球中継やったからよく聞いたけど、今ほんと聞かなくなっちゃったから全然わかんねえや。こんばんはね、タラちゃんね。小川町の、小川町がいいな、あの辺からね、行くとね、いっぱい山があってね、今日はさ、道平だっけ、道平さん行ったけど、あの辺にいっぱいあるんだよね、800とかちょっと1000メートル弱でも、あの辺行ったって、いいね、あの辺ね。いっぱい持ってるよ、49よ、49。昭和47年生まれ。今話題のね、ビッグボスと同い年です。ビッグボスと。ビッグボスの人ね。じゃないか。
鉄矢さんどうもね。手羽先をね、塩茹でして、さらに揚げて、味ぽんかけたやつ。三国志のよ。今週末はね、あれ、墓参りに行こうと思う、墓参りに行きます。ご先祖様の墓参り。松崎家の一人として。墓参り行かないと。最後か。どうもね、三郷さんどうもね。三郷さんのコメントするっすね、どうもありがとうね。クソみたいな、三郷さん、クソみたいなコメントありがとうね。お互い様だからね、そうよ。じゃあ、仏教ですよ。今の方どうもねって感じ。面白くする気はありませんから。倉田さんどうもね。今日はね、もう今、つば先を塩茹でして、あれ、一本かけたやつ、おいしくいただきました。もう今、これが骨で。で、今日は掴んで、もう2個目で。これ買ってきた。また残りはまた後日ね。そうだ、さっきうちの僕のばあさん。僕のばあさんが走ったんだ。ばあさん死んでからもう戻したんで、大事関係ないです。ばあさん死んでからもうね、もううちの母親ちゃん戻してくれたんで大丈夫。だからそこの仏壇のね、仏像もね、学会じゃないからね、あれ、成田山に行って開眼してもらったやつなんで。学会とはもう関係ねえよ、あれ。創価学会、僕のばあさんね、僕の本当父親の母親ね。あれが勝手に入っちゃって家族を引き込んだだけで。死んでからもう関係ない。今週末はね、連休じゃないんでね、あれ。墓参り行こうと、墓参り。墓参り行きます。だから今日の一日だけの祝日はね、日帰り登山行ったしね。墓参り行こう、今度は。お前食べないよ。金は借りてませんから。あの人嘘を書いてるだけよ、みんな。僕一切金か貸し借り一切してないから、僕は。仏壇じゃない、神棚です、神棚。学会には神棚関係ねえんだって言ってね、神棚燃やしたんだ、あれ、隣町で。今もう家だったけどさ、あの頃はもう30年ぐらい前は空き地だったんだけど、学会は関係ねえんだって言ってね、神棚ね、わかった？燃やしたの。神棚燃やしたんだ、あれ。僕が中3の頃から、印象深いな、あの出来事。もう40年も前か。強烈な印象残ってるんだ、あれはね。みんな燃やしちゃうんだもんな、隣で。辛くはないよ、別に適当に流してるから、どうもね、僕は。辛くはないよ、そういうもんだからコメントって。
そうみたいな。まあ、しょうがない、あれは。まあ、もう死んでたからね、その親も。ご存命っていう、いや、わかんない、それはね。死んでもさ、本当言わないかもしんない、わかんないね。一般的にまだご存命。でもよくわかんないね。歌バラ、サザンのごめんね、歌、サザンさんごめんね。どうもね、あ、サンゴさんもその女こそよ。どうもありがとうね。今日は精神かかってないや、あれ。内科や、あれ。糖尿病だから。糖尿病から来る多臓器不全で亡くなったわけね。じゃあ今日はこの辺で終わるね。ありがとうね。いい感じだ。また明日。今日は早いよ。もうこれで45分やってっからね。天城越え、あ、富士山どうもね。じゃあ、今日最後は天城越え終わろうか。おやすみなさいね。最後片付けるよ。こう終わった後。またおやすみなさい。じゃあ最後、今、富士山のコメントだったんで、天城越えか。いや、今夜の最後、天城越えで終わろうか。天城越えで。歌いますね、天城越え。久しぶりだな。最近かわいいな、あの子ね。あの子デビュー時も可愛いが、もう今も可愛いけどさ、でもさ、年齢聞いて驚いちゃうね。結構年食ってんだよね、さゆりちゃんね、あの子ね。可愛いんだけどね。驚いちゃう。あまり声で。今夜の締めは天城越えでいきます。糖尿病じゃありませんよ。あ、シングルベッドいうのしょうがないね。じゃあ最後はね、今度ね、じゃあ今夜天城越えでいきます。さゆきちゃん、かわいいんだ、この子。歌がやつ来なくていいよ。隠しきれない映り画がいつしかあなたに染みついた。誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですか。乱れて隠れ宿面折り、行連の滝、舞い上がり、揺れ起きる。肩の向こうにあなた、山が燃える。何があっても、もういいの。ぐらぐら燃える仕送り、あなたと、越えたい、天城越え。口を開けば別れると、刺さったままの割れガラス。二人でいたって寒いけど、嘘でも抱かれりゃ暖かい。わさび座は、暮れみき、小雨しぐれ、寒天橋、恨んでも、恨んでも、体、ふらはら、あなた、山が燃える。戻れなくても、もういいの。くらくら燃える気を張って、あなたと越えたい。天城越え、走り水、迷い恋、風の群れ、天城水道、恨んでも、恨んでも、体裏腹、あなた、山が燃える。戻れなくても、もういいの。
くらくら燃える木を張って、あなたと越えたい天城越え。はい、どうも、今夜の最後は天城越えでした。では、おやすみなさいね。多分、買いませんよ。また明日ね。サバ缶はバカ、もう貸してません、借りてませんからね。おやすみなさい。明日は多分これで早くなると思うんで、もうちょっと遅いから、おやすみなさいね。よかった、ちょうどの変わった。じゃあ、しまいにまたもう一曲、姫の歌歌って終わろうか。上を向いて歩こう。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す。春の日、一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す。夏の日、一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く。一人ぼっちの夜、思い出す。秋の日、一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。はい、今日はこの辺でおやすみなさいね。また明日からお仕事頑張りましょうね。